お久しぶりです、ジライア先生。ん？お前は？やはり間違いないようだな。昔見た時と変わらぬ、あの時と同じ瞳をしている。あれは雨が暮れて三人と生活し始めていくつきか経過した頃、世が乱れまくっていた時代だ。当然のように追い剥ぎや窃盗が多発し、被害は大人だけでなく子供にまで広がっていた。注意はしていたものの、長門たちにもその刃は向けられ、ついには岩隠れの住人に襲われる事態が発生した。だが現場に駆けつけたわしが見たものは、倒れた岩隠れの忍びと傷ついた弥彦、そして輪廻丸を宿した長門だった。輪廻丸は忍びの始祖と言われる陸道仙人が有していた最も崇高とされる瞳。それは世が乱れた時に天より遣わされるものだとされていたが、まさか本当に輪廻丸を持つ者が存在するとは。外見はだいぶ変わったが、その目、やはりお前がペインだったか、長門。ということは、弥彦のやつもいるのか。弥彦？ふん、いたな、そんなやつも。いた？だと？とっくに死んだよ、そんなやつは。コナン同様、やはりお前も昔の長門ではないのか。どうした？一体何があった？何も、ただ戦いがあるだけだ。永遠と続く戦いの連鎖。何を言っている？ここでは人が死にすぎる。それらの痛みが俺を成長させた。先生、あなたはまだ人でしかない。だが俺は無限に続く戦いの中で人からさらに成長したのだ。そう、神へとな。まさかお前が冗談を言うようになるとはな。しかも自らを神などと。くだらぬ成長をしたようだな、長門。ただの人であるあんたにこの俺は理解できない。お前の目的は一体何だ？なぜ暁などという組織を作り美獣を集める？あんたはどうせ死ぬ。だから教えてやろう。俺たちは美獣を集め、新しい禁術を開発する。その術一つ使用しただけで大国さえも潰せる最大最強の禁術兵器をな。バカな、そんな兵器を作ってどうする？争う国々にその兵器を渡すのだ。するとどうだ、奴らはその力を必ず使うだろう。それにより多くの人が一瞬で死に絶え、結果人は戦慄し恐怖を覚え、そして人々が、国が、世界が痛みを知るんだ。その恐怖心が抑止力を生み、争いはなくなる。わかるか、俺の与える痛みによって人が成長するのだ。それがお前の役目だというのか？そうだ、俺は平和主義者の神だからな。
冗談もそこまで行くと笑えんの。もはや引き返せんところまで来ているようだな、お前は。最初から俺に引き返すという選択肢はない。ただ神として痛みを世界に与えるだけだ。もういい。お前たち三人はわしの弟子として正しく成長してくれるものだと信じていた。大切なものを守るためにその力を使ってくれるものだと疑わなかった。だがわしの見込み違いだったようだ。もはや言葉は不要。世界のドクたるお前たちは責任を持ってわしが始末する。それが死としてお前たちにやってやれる最後の役目だ。コナン、お前は下がっている。ここは俺一人で十分だ。分かった。さて始めるか。行くぞ先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。行くぞ。ラセンガン。ただ。おとなしくしろの。せい。おせいだの。せい。ふん。よっ。チャンス。ありじろ。断じしろ。よっ。よっ。なかなかにやる。ふん。しようと無駄だ。よし。やられたか。口寄せの術。おい、ガマケンさん。やる。時間を稼いでくれ。ジこの勝負、わしの勝ちよ。ガマケンさんは戻れ。仙人モード。いない。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、ギライアちゃん。頭に姉さん、どうか
お力添えを。では行きます。三体相手か。戦法を現実があったとはな。長門。
僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。さすがリンリガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。させたとでも言うのか。完全に死んだやつを三人も生き返らせる術や子はあるかいな。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち六人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔はヤヒコ。なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺に弥彦の面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライアちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。ずいぶん昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ。リンネガンには本物と偽物があるとでも言うんか。いや、さっき戦った奴らの努力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした。偽物。改めて考えると、初めに見たあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら。そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には。おい、どうした。いない。ジライアちゃん、何をこそこそと話をしている。
今さら策でもあるというのか。だがどんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにあるのはただの死、それだけだ。小僧、体が言うことを聞かぬか。そうか。頭と姉さんは逃げてくだされ。ここからはわし一人でいい。おい、何を言うておる。ダメじゃ、ジダイヤちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人にはツナベの奴にペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃあいつに怒られ。ジダイヤちゃんだ。わしはすぐにこの葉に戻りますので。まさかジライヤちゃん、さっきの攻撃で。そうか、そういうことか。しかしじゃな小僧、お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。父ちゃん、ジライヤちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をコノハまで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライヤちゃんはすでに覚悟を固めておる。こそ、まさかお前。そうだ、実は姉さんに折り入って頼みがありましても、わしがこの葉に戻ったら久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが、頼まれてくれますかな。小僧、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい、これで思い切り戦えるというもの。ジライヤちゃん、では行ってください。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました、お二方。カエルを逃がした。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がる、愚かさ。前はわしが始末する、そう言ったはずだ。視界がかすむ、腕に力が入らぬ。千人モードでチャクラを使い切り、奴の攻撃で体はガタガタ。まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っているか。わしは諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師、この状況になっても気迫は衰えない。だが結果は変わらない、あんたはここで終わりだ。結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。
このいかんともしがたい絶望的な状況を。まだ戦える。往生際の悪い、そこまでして何だ。よっ、全て愚かな、まだわからない。それでは俺はやれる。貴様、立ってられん。いかん、目が よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、クソ、気が遠くなる。わしは死ぬか。わしは、まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、賢いってのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前はどんな時も諦めなかった。これでわしの地雷や豪傑物語もついに結びか。しかし思い返せば、なんと失敗ばかりの物語だったろうか。おまけに何も残すことができず。まさに無名の物語。形のない、何もない、ただの存外失敗ばかりではないか。わしにはわしの意志を引き継いでくれる者がいる。渦巻きナルト、お前と会えて、お前と共に歩いて、お前と共に笑って、お前と共にいることができて、何よりわしの意志を受け継いでくれて。わしの物語も
捨てたもんじゃなかったようだ。ほどほどにあったれ。タイトルは何がいいかの。そうだの。渦巻きナルト物語。うん、それがいい。伝説の三人、ジライアもついに死す。だが、ここまで苦戦したのはいつぶりか。さすがは我が師と称えておこう。終わったわね。ああ。これからどうする？マダラからの命令を遂行する。じゃあ。ああ。準備ができ次第、木の葉へ向かい、キュービを捕獲する。